さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ピークワイエット、デュアルウプ 360mm CPU 水冷クーラーになります。静かにして。ピークワイエットってそういう意味じゃ。いや確かに言ったけど。じゃあどういう意味よ。どうやらこの簡易水冷クーラー、めちゃめちゃ静かみたいなんですよ。静かなの、それはちょっと気になるわね。さらにゲーミング感のない漆黒の簡易水冷みたいなので、今回はこちらをご紹介していきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで今回、前回虎鉄マーク3の時にご提供いただいた株式会社サイズさんからご提供いただきました。ピークワイエットさんからじゃないの。今回、このピークワイエットシリーズの簡易水冷クーラーですが、以前オールテックさんの方で代理店販売をしていたのですが、そちらが中止となり、今回サイズさんの方から4月6日に再販という形で発売が開始となりました。今回再販になったモデルは全部で6種類で、サイレントループ2の 360mm、280mm、240mm と、デュアループの 360mm、280mm、240mm の6種類となります。これは何が違うの？サイレントループシリーズはサイレントウィング3ファンを搭載をしており、ARGB 対応や6極3層モーターを採用した3チャンバーポンプなどを使っております。デュアループシリーズのファンはピュアウィング2ファンを搭載しており、白の LED 発色とヘッドとポンプが分離された構造の違いがあります。サイレントループの方がピュアループより上位モデルって感じですね。ってことは、あんたは買いモデルってことね。では今回ご提供いただいたピュアループについて見ていきましょう。ページが全て英語だったので自動翻訳してみました。清いループ。まあピュアですからね。ピュアループ 360mm は、ピークワイエットの新しい印象的な高性能で静音の、低価格帯のオールインワン水冷ユニットみたいです。市場想定価格は、税込み 18,980 円で2万円を切る簡易水冷クーラーみたいです。特色についてですが、静かな動作と最小限の振動のための二重に分離されたポンプ、白色 LED イルミネーション、オールブラックのデザイン、3年間のメーカー保証などが書いてあります。少し下に下がると圧倒的な高い冷却性能と書かれています。本当に冷却性能が高いかは後ほど実際に性能テストをしてみましょう。こちらの簡易水冷クーラーは二重分離ポンプというのを使っており、ポンプは最小限の騒音と振動で静かさを出しているみたいです。ファンはピュアウィングス 220mm ファンが使われています。あとは冷却水の補充やオールブラックのシックな見た目なことが書いてありました。詰め替え。後ほどお見せしますが、この簡易水冷、補充液の詰め替えができるんですよね。それでは早速開封をして実際に動かしてみたいと思います。シュラララ。それではまずは開封をしていきましょう。開け方は側面から開けていきます。カッターでテープを切って、オープン。中身はこんな感じ。段ボール材質の枠にきれいに梱包されています。では付属品を見ていきましょう。まず最初はこちらから。何？化粧水？いえこちらは冷却液となります。こちらの簡易水冷なんですが、自分で冷却液を補充することが可能なんですよね。冷却液って補充する必要あるの？メーカーさんに聞いてみたところ。水冷製品の水冷液は1年に約1から 3cc の消耗があり、この消耗は、コンピュータシステムの使用頻度やオーバーロック使用の有無によって異なります。約2から3年に1回、水冷液の補充が必要かどうかを確認してください。どの水冷も製品の空間には必ず気泡が入っており、気泡は製品の稼働時間とともにポンプ空間内に移動し、気泡の音が聞こえたら冷却液を補充する時期です。ということみたいです。通常利用をしてる分にはそれほど補充が必要というまではいかなそうですが、自分で補充ができるっていうのは斬新ですね。続いては取扱説明書。こちらは中は英語で記載されていますが、カラーのイラストも書かれていますのでイラストを見ながらでも組み立てはできそうです。が、できたら日本語の取扱説明書も入っててくれるとありがたいですね。続いてはこちらの小さい箱の中を見ていきましょう。こちらには付属ネジやリテンションパーツなどが入っていました。中身はこんな感じ。インテルと AMD でそれぞれ分けられておりました。ファンが LED で光らない分、ケーブル系が少なめといった感じですかね。続いて簡易水冷本体も見ていきましょう。こちらの水冷ヘッドは白色 LED のみの発光となります。見た目は正直かなりシンプルな作りだなと思いました。真ん中の銀色の部分はアルミニウム素材でできているので触るとひんやりしてました。水冷ヘッドからは3ピンコネクタが1本だけついてました。こちらはマザーボードのポンプファンにつなげるものになります。続いては CPU との接地面も見ていきましょう。こちらは鏡面仕上げでかなり綺麗な作りとなっています。続いてはラジエーターも見ていきましょう。ラジエーターの下にある大きなクリップみたいなところが二重分離ポンプというところになります。ラジエーターは特に曲がりなどもなく、綺麗な状態でした。最後にファンを見ていきましょう。こちらがピュアウィングス2の 120mm ファンになります。9つのファンブレードがついております。見た目も全部真っ黒なのでかなりシックな見た目になりそうですね。ではここからは電池台に取り付けていきたいと思います。
今回はまた i9-12900K で計測するの。それなんですが、今回はこちらを使用します。インテルコア i9-13900K になります。え、13900K？ はい、こちらはインテル13世代 CPU で上から2番目に強い CPU となります。昨年は i9-12900K で検証をしていたのですが、今年はこちらの 13900K を使ってやっていきたいと思います。いや、もう今年4ヶ月も経ってるけど。ということで、このチャンネルでは初登場となるのでスペックのご紹介です。型番はコア i9-13900K でインテル第13世代 CPU になります。13世代とちゃんと呼ばれる数少ない CPU です。プロセスルールはインテル7と呼ばれる10ナノメートルです。7ナノ20ナノメートルという罠ですね。コア数は P コア8個、E コア16個の24コア32スレッドになります。32スレッド。12900K が P コア8個、E コア8個の16コア24スレッドだったので、それよりも多くなってます。クロックは P コアが 3.00GHz から 5.40GHz、 E コアが 2.20GHz から 4.30GHz となっております。 TDP は 125W から 253W となっており、現在の最安値で 78,368円となります。約8万円の CPU。 あんたこれ。それでは組み立ていってみましょう。シュラララ。オープンフレームにマザーボードと CPU までは取り付けました。ではここからリテンション系を取り付けていきます。マグネット受け皿に必要なネジ類を出していきます。続いて今回はインテル CPU を使うので、インテルと書かれた袋からリテンションを出します。こちらのバックプレートは金属製となっているので、強靭性はかなりありそうです。今回はマザーボードのソケットが LGA1700 なので、外側にネジを入れていきます。ネジを入れたらそこにゴムリングを入れて固定します。手袋をしたままだとちょっとつけづらかったですが、素手でやる場合は普通に取り付けられます。こんな感じで取り付けていきます。4箇所ネジを入れたらマザーボードに取り付けていきます。ネジが4箇所マザーボードに入ったら、その上からネジで固定していきます。私は撮影のために寝かしてやっていますが、普通のケースに取り付けて作業する場合はもっと楽に取り付けられます。4箇所止めるとこんな感じ。続いてはこちらのリテンションプレートを取り付けます。 CPU にグリスを塗っていきます。今回も使うグリスは SMZ01R です。グリスを塗ったら水冷ヘッドを取り付けていきます。取り付ける際にこの保護シールを必ず剥がすようにしましょう。では上から被せていきます。こちらの水冷ヘッドは上と下のネジで2点止めとなっております。続いてはラジエーターの準備をしていきます。ラジエーターにファンを取り付けていきます。こんな感じで取り付けたら完成となります。全体的に黒ベースにかなりシックな感じですね。ギラギラに光るゲーミングパソコンもいいですが、こういうシンプルな色合いもなかなかいいですね。確かにこういう真っ黒なのもいいわね。電源を入れるとこんな感じになります。水冷ヘッドのところは枠だけ白く点灯します。こちらがタスクマネージャーと CPU-Z になります。何このスレッドの暴力。この数すごいですね。ではシネベンチをやってみましょう。シネベンチ R23 ということでやってみました。シネベンチ R23。 うわ、もう早すぎて意味が。ということで結果を見てみましょう。結果はマルチ10分間が 39,810、マルチ1回が 40,016、シングルが 2,252 という結果となりました。え、40,000。40,000を超える数字を見るとは思ってませんでした。ただ問題なのは、温度ね。それではしっかり冷やせたのか見てみましょう。こちらが温度測定の結果となります。残念ながらマルチ10分では100度になってしまいました。ただ100度になった状態でもクロックは 4.90GHz 付近で稼働していたので、一応動くことは動きましたが、100% 負荷の状態で継続的に使用するには難しそうですね。アイドル時は32度としっかり冷えてました。音量もファンから30センチ離れた位置で測定したところ、高負荷時でも40デシベル以下でした。アイドル時に至っては数字としては平均26デシベルでしたが、回ってるのかどうかわからないくらい静音ではありました。続いてはゲームベンチ中の温度も見てみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の高品質で回してみました。1000倍速なんですが、ゲームベンチ使用中は温度もしっかり冷やせてますね。そういう意味ではゲーム使用時では問題はなさそうです。ということで今回は、ビークワイエットのピュアループ 360mm のご紹介でした。さすがに i9 クラスは厳しいですが、アイドル時やゲーム時はかなり静音で良かったかなと思います。またピカピカさせないゲーミングパソコンにも向いてるなと思いました。ピカピカさせない LED 少なめパソコンが欲しいって人もいそうだしね。ですです。ということで本日はここまで。この商品が気になった方はぜひ概要欄から詳細を見ていただければと思います。この動画が少しでも参考になったらぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。